スミンもつは、ルーマニア出身の元サッカー選手。元ルーマニア代表である。現役時代のポジションは CB。2002から03シーズンに、ウニベルシタテアクライオバでデビューして3シーズンを過ごした。2005年、FC ディナモブカレストに移籍した。欧州カップ戦のデビュー戦は2005から06シーズンの UEFA カップ AC オモニア戦で、このシーズンは、 UEFA カップの7試合に出場した。2006から07シーズンは10試合に出場した。最初のシーズンに、スーペルクパ・ロムニエー、2シーズン目に、リーガ1で優勝した。2008年6月、SS ラツヨのクラウディオロティと会長が、直々に、ディナモブカレストを訪ね、SS ラツヨへの移籍が決まりかけていたが、9月1日に、AC シエナに、 サプライズ遺跡となった。二日後、エバートン FC でない限り完全遺跡はしたくないと発言した。出場試合数は半年でわずか4試合と半ば、戦力外扱いであったため、2009年2月2日、AC シエナを離れて、ディナモブカレストに復帰した。2012年6月28日、PFC ルドゴレツラズグラドに遺跡した。 2014年8月27日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2014から15プレイオフの FC ステアウアブカレスト戦のセカンドレグで交代枠を使い切った延長戦後半終了間際に GK のブラディスラフストヤノフが退場となり急遽 GK を務め PK 戦で2本のキックを止めてクラブ初の本戦進出に貢献した リーグ10連覇を達成した後の2021年5月15日、現役引退を表明した。ゴールマウスで輝きを放ったもつい、UEFA チャンピオンズリーグ。UEFA.com。2014年8月30日閲覧。本職 CB の急増守護神、PK を日本阻止、ルドゴレツが CL 本戦出場。サッカーキング。 2014年8月30日閲覧。ありがとうございます。